皆さんは自分の人生を変えたいと思ったことありますでしょうか。大丈夫です。変な宗教のセミナーではありません。ご安心ください。僕はこの数年間で自分の人生が激変したそんな一人なんです。なぜならば僕は本来ベンチャー投資家という仕事をしているんですが、今日は全く関係のないですね、マラソンジャンキーというタイトルで今日ここに立っているんです。僕はこの数年間で様々なマラソン大会を走ってきました。2012年の4月には北極点の周りをぐるぐる走るフルマラソンを走ってきました。ちゃんと証拠も残ってます、 GPS の記録。その半年後には今度は南極大陸に行きまして100キロ走ってまいりました。さらにその5ヶ月後には南米のチリアタカマ砂漠に行きまして250キロ、これは3名で一緒に250キロ走るというチーム戦で日本人で初めて世界一になることができたんです。その結果2013年に僕はマラソン中毒者という本を出すことになり、それ以来僕はマラソンジャンキーなんです。なんですが、僕がこの本を出す3年半前はこんな人間だったんです。今から20キロ太っていたただのデブのおっさんだったんです。でも皆さんこう思うんですね。とはいえ小野さんは昔から運動得意だったんですよね、やってたんですよねと。残念ながらこれが10歳の僕の現実です。体育の成績表、運動の技能の上中下下に丸がついてるんです。とにかく運動が根っから大嫌いで、それ以来35年間僕は運動なんかしたくない、そんな人生だったんです。そんな僕がですね、今では何かの病気の人間のようにこんな風になってしまって、なぜこのたった数年間の間でこんな激変が起きたのか、皆さんこの激変の裏技知りたくありませんか。知りたくありませんか。ありがとうございます。この裏技一つご紹介しましょう。ノータイムポチリ、なんじゃらほいと。これはですね、自分の心の針が少しでも面白いものを見つけた、その瞬間にノータイムにポチッ、具体的には何かアクションする、たったそれだけのことなんです。2009年の8月、さすがにデブりすぎた、ダイエットしなきゃと僕はですね、いやいやながらジャギング始めてみたんです。人間誰しもやってみて初めて気がつくことがあるんですが、僕もそうだったんですね。あれ、俺運動嫌いなはずなのにジョギングちょっと合うかも、あ、俺ド M だし楽しいじゃんと気がついちゃったんですね。この楽しくなった瞬間、僕はノータイムポチリを行いました。ネットで見つけた3ヶ月後のフルマラソン大会見つけてポチッと気軽にエントリーしたんです。これがノータイムポチリです。面白いもので、人間は明確な目標が生まれるとマインドセットが変わるんです。それまで3ヶ月後のフルマラソンなんて無理だろうと思っていた僕がポチったことによって目標になって、どうやれば完走できるか、ただ痩せたかった僕がどうすれば完走できる順番に変われるか、少し人生が変わり始めた。これがノータイムポチリだったんです。これが初めて僕がフルマラソンを走った時の写真です。なんだか今よりもおっさんに見えてしまうんですけれども、当然苦しかったんですね。でも完走するとめちゃくちゃ嬉しい、そしてその次に新しい感情が芽生えました。ひょっとしたら俺もっとやれるんじゃないか、もっとやりたいと。そこから僕は次々新しい大会を見つけてはノータイムポチリをしてしまう、そんな風になっちゃったんです。その結果1年弱で100キロ走ったり、2年弱で砂漠250キロ走りに行っちゃったわけです。そろそろ皆さんこう思うんですね。いや、面白いもの見つけたからといってそんなに普通ポチったりやっちゃったりしないんじゃないですか、できないんじゃないですかと考えてみてください。かつて皆さんにももっと今よりも可愛くて純真だった時代がかつてあったはずです。その時はこんな風に思っていたはずです。自由にですね、自分がなりたいもの、やりたいことっていうのを思い浮かべていたんです。でも人間というのは経験が積むと、自分の中でできること、できないことを勝手に頭で決めつけて、自分の可能性を狭めてしまうんです。でも僕らは何歳になったって、やりたいことを見つけてチャレンジ、本来できるはずなんです。そんな時に便利なのが、このノータイムポチリなんです。なぜならば、できるできない、死ぬほど考える前に、面白いと思った瞬間にポチッと具体的なアクションをする。たったこれだけのことなんですが、実は大きな変化を生む。そうなんです。でも皆さん思うんですね。お前バカかと。まあポチって少しは人生変わるかもしれないけれども、さすがに南極北極行かねえだろ普通と。確かにそうなんです。でもですね、僕は実はノータイムポチリを繰り返す中で、もう一つノータイムポチリとは別なとある裏技を編み出していたんです。それを今日皆さんにお見せします。順番に見ていきましょう。これは5年前に僕がツイッターでつぶやいた時の投稿です。砂漠マラソンというものが世の中にあるというのを初めて知って、ワクワクして、いつか出てみたいと思って、とりあえずツイッターでつぶやきだけ、宣言だけしたんですね。読んでみましょう。
30代中にサハラマラソンを目指してみると宣言してみるテスト、まあなんと超及び腰なんでしょう。残念ながら大会のエントリーボタンまではポチれなかったんです。ツイッターのつぶやきボタンをポチれたんです。でもいいんです、このつぶやきが僕の人生を結果的に激変させたんです。このつぶやきを見たとある新井くん、この会場にいるんですが、新井くんという若者が僕の目の前に現れてこう言ったんですね。小野さん、僕も小野さんと同じようなマラソン歴しかないんですけども、来年砂漠マラソン出ちゃうんですよ。なんだって、なんとどうと。この結果ですね、僕の中で将来いつかぐらいに思っていた砂漠マラソンが、実は俺も来年出れちゃうんじゃないかと、一気に心の針がビューンって動いたんですね。こっから先はもうノータイムポジションの出番です。もうこれ知った49分後にはですね、もう翌年のゴビ砂漠マラソンエントリーダウン、ポチッポチるのは簡単なんです。なんなら勢いを持ってですね、さらにはもう6分後もう一つの砂漠マラソンまでポチッやっちゃったんですね。アホですね。なんでこんなに大きな話になっちゃったんでしょうか。実はこの行動の中にもう一つノータイムポチリとは別な裏技を僕は知らず知らずのうちに編み出していたんです。それは何か、自分丸見せ劇場化なんです。なんじゃらほい。これはですね、僕の目標だとか夢だとか妄想だとか、もしくはそれに対する悩みだとか、ツイッター、フェイスブック上でバン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 丸見せしてたんです。まるで僕がステージに立ってツイッター、フェイスブックの見てる人が全部観客のように勝手に丸見せしてたんです。それによって僕が思いもよらないような人との出会いがあり、結果的にその出会いによって僕は目標を大きく増幅することができたんです。確かに最初のノータイムポチリだけでも僕の人生は少し変わり始めていました。でもその後、ここまで北極ですとか南極ですとか大幅に目標が増幅したのは、僕が丸見せすることによって思いもよらない出会いを見つけて、その結果生まれた未来だったんです。これは僕が南極100キロマラソン完走した時の Facebook の投稿です。完全に観客を意識してステージ衣装まで来ちゃってますね。この時は結果的に2位という結果だったんですが、この投稿に対して実にたくさんのコメントがありました。中には2位、世界2位、次の目標は何だろう、1位への期待が感じますね。観客の期待ですね。なんだろう、このストーリー、ブログ面白いけれども本にする予定はないのか。実はこういった僕の丸見せによって自分の次なる目標を勝手に僕は呼び込んでいたんです。これは何の話をしているかというと、まさに今回のテレックス U 東京のテーマでもある縁の話なんです。自分を丸見せすることによって自分を変えてくれるような人との縁を僕が勝手に呼び込んでいたんです。皆さんでも信じられないかもしれませんが、こんなベラベラ喋っている僕、実は小さい頃はコミュニケーション障害の人間だったんです。これは国語の成績、話すという技能、上中下の下に丸がついてます。本当なんです。僕はあまりにも喋れなくて、小学校時代登校拒否を起こして入院していました。本当なんです。高校までずっと喋り下手でした。でもようやくこういうふうに喋れるようになるまでには、中学校高校といい出会いがあり縁があり、少しずつ時間をかけてここまで喋れるように変わっていったんです。でもすごく長い時間が正直かかりました。でも皆さん、今はインターネットの時代なんです。ソーシャルメディアがあるんです。自分を丸見せすることによって自分を劇的に変えるかもしれない、そんな縁をですね、急速に世界の裏側に立って広げていくことができる、そういう時代なんです。たった3年半ほどでただのデブだったインドだった人間が世界一になることができたり、そのストーリーが本にまでなっちゃったり、そんな思いもよらぬ未来が生まれたのは、まさに僕が自分を丸見せにしていたからだったんです。でも皆さん、ノータイムポチリして自分丸見せする、非常にチャレンジ、ハードルが上がるんですね。そうするとたまには怖くなって僕も逃げたくなったりします。途中で泣きたくなったりやめたくなったり、そんな経験たくさんあります。そんな時に、なんで僕は頑張ってこれたのか。実はここにもですね、もう一つこの自分丸見せ劇場化の効果があったんです。僕は2013年のゴールデンウィークに東京から新潟まで520キロ走るという、とても頭のよろしくないレースに出てきました。まあほとんど寝れないで走るんですね。まずスタート時点のツイッターのつぶやきです。もう観客意識してますね。ちょっくら新潟行ってきますと。残念ながら全然拍手起こってません。リツイートもリプライも何も生まれてません。これは331キロ地点、あまりにも眠くて寒くて疲れて、目の前にあったラブホテルに思わず一人で駆け込んで仮眠を取って目覚めた時のツイッターの投稿なんです。
本当に死にたくなるぐらい辛かったので、誰かに助けてほしいと、みんなに面白いところを見せて、なんか観客から応援もらいたいと思って必死に、あんまり記憶に残ってないんですが、必死にやったんですね。もうカラオケ、目の前にあったカラオケのマイクを取って、鏡に映る自分をパシャリと撮ってツイッターに上げたんですね。でもですね、少しずつパラパラとですけど拍手起こってますね。4リツイートですとかリプライ、でもこれによって少しの拍手がやっぱり死にそうになってる、もうやめたいという僕を少し勇気づけてくれるんですね。もう一つここで面白い事象が起きてます。みんなに面白い姿を見せたいというふうに考えている自分は、実は自分を客観視してるんですね。まさに鏡に映ってる自分を見ているように、自分を客観視することによって、何俺こんなバカなこと面白いことやってんだろうと、超絶苦しい状況にあるはずなのに、なんか少しだけ楽しい状況に変えることができるんです。これが自分丸見せ劇場化の効果だったんです。結果的に僕はフラフラになりながらも520キロ完走することができ、その投稿をすることでまたさらにたくさんの拍手をもらうことができ、また次のチャレンジに続いていったわけです。でももちろんですね、うまくいくときばっかりじゃないんです。失敗するときだってあるんです。ジャングルマラソン250キロ走りに行ったときは5日目でリタイアしてしまいました。正直すごい悔しくて恥ずかしくて悲しかったんです。でもいいんです、これも丸見せしたんです。でも結果的にはこの丸見せによって今までにないぐらいのたくさんの応援、拍手、感動したっていうコメントをもらえたんです。それによって僕は、なんだ失敗は怖いものじゃなくて見せびらかしていいものなんだと、もっと次につながるチャレンジのエネルギーにすればいいんだという当たり前のことを学ぶことができたんです。このように自分丸見せ劇場化は、場合によっては誰も見てなかったとしても自分の観客席をイメージして、友達だとか家族が見てくれるかもしれない、なんだもう死んでるかもしれないじいちゃんばんちゃんに天国から降りてきてもらって観客席に座らせて、もしくは将来こんな風になりたいと思っていた自分を、夢見ていた過去の自分を勝手に座らせることによって見られるという、そしたら頑張らなきゃっていう気持ちになるんですね。これが丸見せの効果です。もしくは観客席からの自分を客観視することによって、何やってんの俺、もっと頑張るだろうと、面白いことやってんじゃないかと、苦しい状況を楽しく変えることができるんです。まあこんな話をしてもですね、そんな風に変われるの小野さんだけじゃないんですかって皆さん思ってるはずなんですね。でも僕の周りには同じようにして変わっていった人たくさんいるんです。今日は時間の関係で一人だけご紹介したいと思います。これは僕の親友の山本亮太君です。彼はもともと日本の大手の半導体メーカーのサラリーマンでした。まあ彼は非常に残念な人間でして、何が残念か、常に愚痴ばっかり Twitter、Facebook でつぶやいてるんですね。日本のメーカーなんかいたってクソだと、海外に出なきゃいけないんだと言いながら、じゃあお前行けばいいじゃんかと、いや俺はいいんだよ、よくありがちなパターンです。何もチャレンジしない。この残念な彼がとあるノータイムポチリをきっかけに未来が劇的に変わったんです。何をポチっちゃったか、なんと僕と一緒にサハラ砂漠250キロ走りに行くって、しかも大会の3ヶ月前です。酔っ払っていたそうですね。思わず酔っ払っちゃってポチッとエントリーしちゃったそうです。でも僕と同じようにポチっちゃったことによって目標化されてやらなきゃと思って、しかも彼は丸見せもやったんですね。ポチっちゃってやっとエントリーしちゃってやってことだとか、でも大会近づいてきてなんか怖くなってきたっていうことを全て丸見せにしてったんです。結果これによって彼はたくさんの人の共感を呼んで、感動を呼んで、声援を呼んで、非常に3ヶ月頑張った。その結果見事完走することができたんです。でも彼の激変はこっからがスタートだったんです。それまで散々海外に行かなきゃダメだと言っていた彼、でも動かなかった。その彼がなんと中国語もろくに喋れないのに、今では上海で働いてるんです。しかも彼はもっと変わりました。それまでめちゃくちゃネガティブなことばっかりしか喋れなかった、ツイッターで投稿してなかった彼が、非常にポジティブで周りの人を勇気づけるような投稿をする人間に変わったんです。これ見てみるとですね、いろんなことが書いてあるんですが、今までいろんなチャレンジをしてきたと。でも大事なことはですね、人は思ったよりもできるものなんです。考えるだけでは足りない、行動することが大切。まさにこれノータイムポチリですね。こうも言ってるんです。僕は人がどれだけできるようになるのかを示していきます。そうすると未来がちょっと面白くなるでしょうと。まさにこれは自分を丸見せしていくことによって自分が変わっていく、そんなことを言っているんです。こんな風にですね、僕も含め彼も含め皆さん全員こんな風にちょっとした簡単なきっかけで変わっていくことができるんです。自分を劇的に変えるかもしれない、そんなきっかけっていうのは実はゴロゴロあるのかもしれません。その中で心の針が少しでも動いた瞬間、そのきっかけを逃さないように
ノータイムポジティで具体的な一歩にしていく、たったこれだけのことがとても重要なんです。そしてその姿をどんどん丸見せしていくことによって、自分が思いもよらない縁を呼び込み、新しい未来を生んでいく、そんなことが誰でもできるんです。インターネットでポチるのは簡単です。今の時代だからできることなんです。今日この後この会場の中から、新しいポチり、新しい自分丸見せによって劇的に未来が変わっていく、そんな方が現れて、僕が今度は観客席側に回って見ることを楽しみにしています。ありがとうございました。